今年はどうしてもあなたに。でも迷惑かしら。そんな迷惑だなんて、むしろちょっと嬉しいかも。校舎内と寮で盗聴器34、隠しカメラ21を回収。引き続き身を隠せる場所を潰し中です。よし、だが油断はせずにそのこずの動向を警戒しろ。今年は綾の夢枕に真珠など1ミリも生えさせん。本日より勇者部は厳戒態勢に入る。そのこずとの接触は私か日向の許可を得て監視の下で行うこと。まだ1週間前なのに、いくらなんでもちょっとやりすぎなんじゃ。そうだな、去年は割とおとなしかったし、何も今から見張ることはないんじゃないか。そうかしら。だからこそ敵が逆襲に出る可能性が高まるわけだし、用心するに越したことはないわよ。いやいやいや、話が見えへん。そのこずが敵？これ一体全体何の話？バレンタインデーです。バレンタイン？なるほど、魅力の時代とは随分作法が違うみたいね。まるで戦争だわ。いや、あそれはその今までがそのこずによってカクカクしかじかでさ。そのこさんたちが一年で最も手に負えなくなる日だもの。乃木さんに任せるのが得策よ。でもバレンタインは素敵なイベントだし、できればみんな一緒に楽しみたいな。だよね。だったら今年は全員で好きなだけチョコを配っていいことにすれば。今年はって今までは違ったの？セカンドラブって言ってね、チョコレートは1人2個までしか渡せない決まりなのよ。セカンドラブ？私のチョコを2名の方にしか食べさせてあげられないのは心苦しゅうございました。でも今年は全員に渡していいなら、そこで悩む必要もなくなりますね。でも一人二個というのは神社様のご命令ですから、それを覆すのは。あやちゃん、それまだ信じてたの？罪深いな、その子ってば。それでは採決しましょうか。去年までの決まりを撤廃すべきだという方は挙手を。この人数に配る？労力と予算を考えても、いやはや正気の沙汰とはとても思えませんな。確かに全員分のチョコを手作りするとなると相当な時間と体力がいるし大変です。かといって買ってくるのもお小遣いが。どうしよう、また貯金がゼロになっちゃうよ。確かに。予算を決めて自分で個数を絞り込んだとしても、今度はどうなりますかな。かりん先輩、みんなにはあげてたのに私にはくれないんだ。私嫌われてるのかな。あんた何言ってんのよ。でも確かにいくつでも渡していいのに、自分だけもらえなかったらショックかも。一人二個と公式で決められていたのは案外悪くないことだったのかもしれないね。まあ今年も二個でいいんじゃないすか。ホワイトデーだってあるんだし。ホワイトデー。頭が
ミノさん、何甘いこと言ってるの。今年はホワイトデーイベントはやりません。え、もらったからお返しだ。そんな気持ちはお中元にでも込めておくがいい。去年は贈り物にお返しをすることは人の義務だと言ってませんでした。愛は返礼を求めない。たとえ一方通行でも必死に示すからこそ光り輝き相手に伝わるのだ。確かに。余力など残そうと思うな。君たちの全身からあふれほとばしる愛をチョコレートに乗せて送れ。バレンタインデーセカンドラブキャンペーン3年目の熱愛、略してこれも愛、あれも愛、多分きっと確実に愛だよ。な、長い。ふふん。まあ一日は長い。部室から出ないならそれくらいは構わんが、それだけか。それだけって？最初こそ脱走と捕獲を繰り返していたが、ここ数日やけにおとなしいと思ってな。まあね、単純に疲れたっていうのもあるけど、2年にわたって先導してきたセカンドラブが私たちの手を離れてみんなのものに消化したってことに、なんだか満たされた思いなんよ。燃え尽き症候群かしら。心なしか髪の色が薄くなっているような。皆さんおはようございます。いつきちゃんにチョコレートを渡しに来ました。あやちゃんが私に？どうもありがとう。でもどうして？私普段からいつきちゃんを尊敬してるの。同い年なのにとってもしっかりしてるから。え？そう？しっかりしてる？そう見えてるとしたらお姉ちゃんのおかげ。いつき、あんたって子はなんていい子に育って。憧れのお姉さんがいつもそばにいてくれて。憧れのお姉さん、私が憧れの綺麗なお姉さん。王さん、ティッシュをお使いください。あ、でもカリンさんたちもお姉ちゃんみたいな存在だし、あやちゃんにもそう思える人いるよね。お姉ちゃんみたいな存在？私の憧れは…ちょっと、いつき…カリンがお姉ちゃんみたいってどういうことよ？え？どういうことよ！え、タッチだよ！カリンさんタッチ！もう…お姉ちゃんたらやきもち焼きなんだから。でも読んでるの？眼精疲労にはブルーベリーサプリが効果的よ。はい。あ、ありがとうございます。じゃあ一粒だけ。今日は特別スペシャルデー。ゆうな、偶然ね。別に誰でもいいんだけど、ちょうど出くわしたからチョコをあげるわ。いいの？やったー！カリンちゃん大好き！誰でもいいなら、なんで先に出くわしてたタムにくれないんだよ、カリン！うるさい！殺して食べなさいよね。私の手作りなんて超貴重なんだから。
手作りなんだ。あ、おいしそう。いただきます。ふん、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 早い。声もひらして、いわい。去年、ミロクのカツオ入りチョコが美味しかったって聞いて、煮干しもいけると思ったのは、どう？うん、お魚の香りと旨味がすごくて、とってもカリンちゃんらしいよ。どうもありがとう。ヒューヒュー、お熱いね。そのこずはお縄だし、安心して愛を深めちゃるのかにゃ。うわぁ、セッカまで見てたの？いきなり現れて、変なこと言うんじゃないわよ。いきなりっていうか、ユーキッチに安定の市販品を渡しに来たんさ。ほい、いつもあんがとね。こちらこそありがとう。とっても嬉しいよ。チョコもセッちゃんも大好きだから。うん、なんと、カリンさんとセッカさんのお二人がユーキさんに熱い思いを送ったわけですね。手作りと市販でもチョコに寄せはありません。まさに煮干しも愛、市販でも愛。はぁ、アンズ、お前もそのうち若葉に監禁されちゃうんじゃないか。うん、ごめんなさい。やっぱり去年のカツオチョコを超える味をと試行錯誤していますのに、どうしてうまくいきませんの。やーっす。何よ、誰かいるだろうとは思ってたけど、ミロコがチョコ作ってたのか。あれどうしてここに。アンズのチョコがここの冷蔵庫に入ってるんだってさ。毎年の手作り泣かせるね。やはり生クリームがカツオとミスマッチ。それともやはりグミの樹脂も入れない方が。どうか落ち着いてください、ミロクさん。さあ、私のショクラートを食べてさらなる精進を。まあ、バッシオさんから私に、なんと痛みる光栄の感激でございましょう。興奮しすぎ。でもどうしてわしおがミロクに。ミロクさんのお家最高にかける情熱と気迫には日頃から感服し、共感さえ覚えているんです。名誉を取り戻す大変なお役目、私にも何かお手伝いできればいいのですが。ありがとう存じます。あなたにそう言っていただけると100万の味方を得た思いですわ。スミちゃんがミロクさんに。意外なカップリングで、これもきっと悔しいけれど愛ですね。ええ、それは紛れもなく。あ、そうだ、ここで会えたから私もタマコさんに渡しちゃおうっと。はい、みかんチョコ。も、サンキュー。よし、サンちゃんアドバイスな。スズメの盾は重いんだから、あれ投げつけて敵を倒せ。はぁ、嫌だよ。そんな助言いらないから、タマコさんの盾で私を守ってよ。でもタマの先人版は盾じゃないぞ。じゃあ何？バン？バンって何さ、バンって。この二人のももしかして愛なわけ。だとしても歓喜するほどの旨味は感じられませんね。旨味あるよ、去年に引き続きだけど、私のみかんチョコ美味しいんだから。そうだ、早くメブにも渡しに行かないと。メブ見なかった？どこにいるか知らない？もう、さっきアヤも探してたみたいだけど、タマたちは見てないな。そっか、ありがとう。それじゃ早速、スズメは別の場所へ飛んでまいります。チュンチュン。カバ嬢張り切ってる。愛されてるにゃ、芽吹きは。皆さんはもういくつか受け渡しをされたんですか？私はあと一個もらえなくてもいいから、早くノルマこなしてのんびり過ごしたいよ。まあまあ、そうおっしゃらずに、私のチョコレートをもらってください、セッカさん。え、た
取りに来たのって私のためだったの？ポン酢にもらえるなんて驚き。この前お借りした美少女三姉妹が戦国の世でお城を守りながら戦う小説、面白かったです。やっぱりアンズが喜ぶと思ったんだよね。そっか、じゃあ遠慮なくチョコ受け取るわ。はい。参考までに伊予島さんのチョコレートには何が入っていますの？これですか？ビターチョコにコーヒーとクラッシュアーモンドを入れてあります。おいしそう。なるほど、ナッツ類もありですわね。それよりカツオとコーヒー。まずそう。カツオだしでコーヒーをドリップ。誰もやらないことをやってこそ魅力家のもの。誰もやらない理由を考えて。部室の前に初詣みたいな人だかりができてる。何の騒ぎだ？乃木さん、キャー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 、乃木さん。 Hey girls, be quiet! Don't touch! 若葉にはドンタッチよ。これはとんでもない場面に遭遇。ドワワワワワ、農業英語マシマシパニック状態。乃木さん、私のチョコをどうぞ。あなたへの気持ちを込めてあります。私のチョコの方が愛情たっぷりです。美味しいから食べて。わかったから押し合わないでくれ。怪我したら大変だぞ。歌の巻き込んですまない。いいのよ、去年傍観してしまったことずっと後悔してたの。だから今年はレスキューさせて。あのホワイトスワン農場のお野菜、いつも家で食べてます。これ受け取ってください。え、私に？あら、どうしましょう。ずるい。私だって白鳥さんにもあげたい。農業王様、チョコレートをどうぞ。なんということだ。ここへ来て農業王の審判が頭角を現し始めただと。ビジュブル農業王、ビジュブル農業王。ほら、やっぱりウタノもすごい人気だから。去年私が止めたのに。ミトさん、何をしている。農業泣いているオキサキが見えないのか。あ、ミーちゃん、サンキューミスターワーゲン。名 MC ね、あなたは。ミスター？ソーリーエブリワン、私白鳥歌乃はミーちゃんのチョコしか受け取りません。私のだけしか、私のだけを。あなたのだけよ、あなただけよ。みーちゃん、みーちゃん、みーちゃん、みーちゃん。ボートさえ鎮圧する王と妃先の脱国庫。これこそまさに確実に愛でしかない。いつもながら素晴らしいですね。ミトさんのために全てを投げ打つ歌乃さん。同じものを求めるな、ひなた。私はお前が喜ばぬと知っても人々を無下にできぬ不器用な人間だ。はい。あはー、若葉ちゃんのそういうところがもうかっこよすぎて。どうした？はい、皆さん、住所、氏名、学年、クラス、電話番号とメールアドレスをこのノートにご記入ください。あ、山田さん、相沢さんをはじめ昨年私に名前を呼ばれた方は結構です。すでに把握済みですので。日向さんの固有スキル、内助の功発動。恐ろしいことに、あれこそ空前絶後の愛。おお、アンズさん、
聞いていいすか？あのノートって。お礼をするためだよ、インちゃん。それ以上は私も知らないし、知る必要もないよね。若葉さんたちが廊下に出てる間、そのこずの監視を頼まれたけど、なんか拍子抜け。そのっちは一つのことに夢中になると他へ気が行かなくなる人だから。スマホで遊んでるのね。なんていうゲーム？ああ、ソシャゲじゃなくてチェスなんよ。ネットを介して二人でチェスやってるの。なんだ、チェスならスマホでしなくてもバッテリー無駄に消費するでしょ。いいんです、部室にチェス盤なんて持ってきてなかったし。それはそうと、さっきの歌野の発言結構衝撃的。そうね、あんな風にきっぱり言ってもらえて藤森さん嬉しかったと思うわ。ゆうなちゃんと高島さんはとっても優しいから、他人にあそこまではっきりは言えないものね。それさ、断れない性格っていうか、単に優柔不断なだけじゃないの？赤峰さん、あなたどうやらくすぐりの刑に処されたいようね。え、いやいや、そんなことは。くすぐりは勘弁。失礼します。あったんかいな。おもろいとこ見逃してしもたな。羨ましいです、ミトさん。本当にごちそうさまでした。恥ずかしいですよ。ごちそうさまはこれを受け取ってからにしてください。私にですか？ありがとうございます。神樹様ごめんなさい。どうか勇者様たちをお守りください。神樹様ごめんなさい。あやあや、なんで謝ってるん？私まだチョコを配り終えられていないんです。そのせいで皆さんが苦戦していたらと思った。え？チョコが残ってるのと樹海の戦況にどういう因果関係があるっちゅうの？各自がお二人にチョコをというのが、去年夢枕にお入りになった神樹様のご命令だったんです。神樹様がお入りお入り大丈夫だよ、あやちゃん。バレンタインデーはまだ始まったばっかりなんだから。ミトさんの言う通りです。さあ、あやさんには私から差し上げましょうね。ありがとうございます。でも私のはこの後、どうしましょう。私のチョコレートと私がミトさんにいただいたチョコレートを一緒に食べましょうか。うちもバラエティパック持ってきたで。食べよ食べよ。バラエティパック？それってルール的に大丈夫なんでしょうか？これはただのおやつ。たまたま、今日がバレンタインデーだっただけのこっちゃ。なるほど、静香さん、トンチが効いてますね。トンチって人生でまだ2回しか聞いたことない言葉や。トンチ。あれ、私こんなに笑い取れたの初めて。ちょっと嬉しいかも。なんてお優しい先輩方。まるで神樹様のように温かい。やあ！どうしたの、クスノキ？戦闘中にため息。
珍しい。警報が鳴る前にずっとあやちゃんを探していたんだけど見つけられなくて。スミ君どうしたの？こんな前にいたらノンノンよ。笑いよ、あいよ、ほれふ。完璧に大丈夫ではないわね。部室で赤嶺さんとぶつかってからずっとこんな様子なのよ。あー、ごめんねごめんね、私どこをしちゃったんだろう。綺麗なお花はだけちにゃん。スミちゃんはどこへ行ったの？仕留めきれない。伊予島さん、敵全体に仕掛けます。上空からの敵が多いというのにどうして石化までいないの？しまったね、深追いするんじゃなかった。まさか孤立して囲まれるなんて。ちっ、でもやるしかないよ石化さん。一人での戦い方忘れてないっしょ。ミスった、ここまでか。やー、カリン、イツキちゃん、どうして。お待たせ、ぼーっとしてないで構えなさい。すぐ次の攻撃が来ます。わざわざこんなとこまで来るなんて、たく二人とも。あげたくなっちゃう。なあ、何よこんなところで。この箱、もしかしてチョコレート？そう、安定の市販品だけど、カリンへの頑張ったでしょうだと思ってちょ。あんたも頑張ってるでしょ。てか頑張りすぎ、もう少し私を頼りなさい。はい。にしてもどうして樹海で渡すのよ。さっき廊下で会ったのに。だってカリンが遊キッチにあげてたから焼いちゃったんだもん。なあ、カリンさん危ない。イツキ、サンキュー、助かったわ。戦闘中に気を抜いたらダメですよ。本当にそうね、ごめん。ああ、イツキちゃんも頼りになるにゃ。ずいぶんしっかりしてきたもんだ。お姉ちゃん同然のカリンさんは私が守らなきゃと思って。はぁ、あ、何よそれ、お姉ちゃん同然。ん、義理の姉ってこと？カリンさんがイツキちゃんの義理の姉？はっ、そこんとこ詳しく。え、義理の姉のくだりもっと詳しく、つぶさに明瞭に大きな声で。いや、なんでそこに食いつくかな。スズメより大きな声なんて出ないよ。どうやら大物がお出ましのようね。いつき、援護を頼める？任せてください、動きを止めてみせます。やはよし、やったわね。連帯に感謝だわ。 MVP の月に、はい、チョコレート
しょ。え？あ、自分だって樹海で渡してるじゃん。うるさいわね。褒めるのは頑張った直後じゃないと嬉しさ半減でしょ。カリンさん、私を褒めてくれるんですか？嬉しい、とっても嬉しいです。普段は厳しいカリンさんだけど、こういう優しいところもあって私大好きです。これからも第2のお姉ちゃんとして末永く見守ってくださいね。当然でしょ、義理の第2の姉だもんね。当然よ。帰ったらすぐ食べますね、カリンさんのチョコレート。あ、一気に全部はダメよ。それと食べたら歯磨きを忘れないこと。わかってますよ、本当にお姉ちゃんみたい。あ、もしかして寄せてます？ なんでよ、どうして私が風に寄せていかなきゃなんないの。いいんですよ、第2のでも義理のでも私はどっちでも嬉しいから。先輩をからかうんじゃないの。からかってませんよ、カリンさんはずっと前から私の憧れの存在なんですから。憧れか。うん、そうだね。人を気遣って、手を差し伸べて、常に強く優しく、柄じゃないって分かっててもさ、私も君みたいになりたいと思うよ、カリン。カリンさんの2個目のチョコはまさかのイツキちゃんが獲得したってわけか。セッカさんもカリンさんに渡したことだし、2人はもうノルマ達成だね。いや、スズメは本当何しに来たのよ。